1978年6月ごろ当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し22歳だった田口八重子さんは拉致されましたえ早いもんでもう令和2年というふうに年後も変わりえまた昨年から1年経ってしまったとまあいう状況ですけども全国の皆様方も。 この問題に相当関心をお持ちでしょうしまた、えー、そういったことでは、えー、国民の世論を、まあ、さらに盛り上げていただいて今こそ国民が一丸となってこの問題に、えー、取り組む地盤をきちっと備えてほしいと、まあ、いうふうに考えてますし我々もその地盤の上に立って がっちりとした地盤の上に立って、いろんな活動。えー、総理との面会も含めてですね。活動をしていきたいなと。まあ、北朝鮮にいる被害者たち。もう本当に、先ほども言ったように。平成なんていう時代は知らないと。残念ながら。そういう中でですね。もう相当長い間。待ち焦がれていると思うんですね。 で非常に気の毒でかわいそうで、まあ、私個人としても本当にごめんなさいとまあ、いう言葉を投げかけるしかないとまあ、いうふうに考えてます、えー。もう少しだと思うんですけども、えー、が頑張って我慢して、えー、生活に無理をしないようにやがて帰れる日本のことも。 考えながらぜひ、えー、頑張っていきたい行ってたいただきたいと一緒に頑張りましょう。私は田口雅子の三番目の兄の本間勝です。北朝鮮による拉致被害者の皆様、新たな年が今年こそ故郷日本に帰って来れますよう。 拉致被害者家族と団結して支援して共に戦ってくれている人たちと一緒に頑張って拉致問題の解決に努力してきます40年以上も自由を奪われ人生を台無しにされた人々がいることを決して忘れておりません。 八重子のふるさと川口では、中学生や高校生に拉致問題を風化させないよう、北朝鮮の人権侵害問題を拉致被害者家族が訴え、講和をしました。多くの拉致被害者が帰国できずにいることに怒りを感じ、どうすれば、 帰ってくることができるか拉致問題に関心を持ってくれました最後に金正恩委員長に訴えますあなたにも大切な家族がいると思います私たちにはその人たちに会うこともできないのですすぐに返してください八重子の 写真を見ると未だに救出できずどうしているかと涙が出てしまいます今日本では東京オリンピックの準備でいっぱいです今年こそ帰ってみんなと再会したいね必ず助けるから待っててください また田口八重子さんの長男の飯塚光一郎さんも国連などの場を通じて国際社会に対し拉致被害者が家族と再会するための協力を訴えかけています私の母は私が1歳の時である41年前に北朝鮮工作員に拉致をされ北朝鮮に連れ去られそれ以降日本に帰れずにいますそのため私に母の記憶がありません 母と会話した記憶がありません。母に触れた記憶もありません。母の名は田口八重子と言います。当時、22歳だった彼女は、働きながら一人で1歳だった私と3歳の姉を育てていました。そんな時に、彼女は北朝鮮の工作員によって突然拉致をされたのです。そして、今なおその状態は続いているのです。彼女は、 今も北朝鮮で生きています彼女は今も北朝鮮で救出されることを待っています日本人拉致事件の発生からすでに30年40年40数年が経っています被害者の家族の中には被害者との再会を果たせぬままこの世を去った親や兄弟もいますこれほどの悲劇はありません 失われた時間は帰って戻ってきませんが帰りを待ち,待ち続けている家族も高齢化しています拉致問題はもはやこれ以上時間をかけていい問題ではないのです